こんにちは、社畜です。今日なんですけど、誰にでもやってくる給料日前でございまして、給料日前の週末なんですよ。そんな社畜の給料日前の週末をお送りしていきたいと思います。ピピピ。2時っすね。はい、で今から、軽くランニングに行ってきたいと思いますが、ランニングなんで行くのかっていうと、まあ体力維持だとか体型を、まあ、ダイエット目的とかいろいろあるんですけども、まあ、何よりタダというね、これで普通に、まあ、今は無理ですけどカラオケに行ってしまったりとか映画館に行ってしまったりとかするとただただお金がかかるだけですので、ただランニングっていうのは本当にタダで気持ちもリフレッシュできてということで、まあ、もちろんマスクとかしたりとかなるべく人がいないところを避けて走っていきたいと思います。お腹が空きましたね。お腹が空いたのでちょっとシャワーする前に飯食いましょう。はい、で冷蔵庫に来ましたが、冷蔵庫の中には何もありませんので、ちょっと冷凍、こういう時はもう冷凍庫の中、高砂牛、牛タン、高砂牛とか牛タンは今じゃないな、ちょっと違いますね。はい、ということで転がっていたどん兵衛を見つけました。見て、ほら、ほこりかぶってる。こういう時の非常食が給料日前っていうのは効いていきますので、まあね、健康的な食事をしたいっていう気持ちは山々ですけど、給料日前にそんなこと言ってらんないよね。いや、すげえ、ほこりがすげえ、わー、食べていきたいと思います。給料日前は腹が膨れればもう何でもいい。よし、だんだんだん、何抜いたんだろう。うわ、腹減った。取ります。久しぶりに食うとうめえ、カップ麺。ただこれで非常食がなくなりました。うちに。はい、シャワーを浴びてきました。ゴシ。さて、で、これからなんですけど、今日夜飲みの撮影がありまして、で、今、冷蔵庫の中を確認したところ、本当に何もなかったので、まずお酒を買いに行かなきゃいけないっていうのと、まあその撮影で食べるつまみを、その材料を調達しなきゃいけないということで、これからちょっとスーパーに行くんですが、いかんせん、お金がありませんので、今月も。はい、今月も。この1ヶ月貯めた小銭、小銭くんたちが活躍します。これを数えましょう。今からまだでこうポケモンのソフトがあるんですけど、まず500円玉1、2、5000円ね。次100円、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、この間会社から全部荷物を送りまして、会社でこう小銭貯金をしていたピカチュウの、これ会社用のやつです。おい、1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、
ひこの小銭をうずたかくつぶっているやつやるでしょ、みんなも。よっとぞ1000、2000、3400、1、2、3、4、5、6、61円、3461円で週末を乗り切らなければいけない。まあまあまあ余裕か。別に今外出ねえし使わねえし。はい。でこの3461円の、まあ、選抜軍団を持って今からちょっとスーパーに行きましょう。
うわ、好き。だから、なんでこんな半端に膨れるんだっつうの。最近の金持ちは財布は膨れないんだから。みんな財布持たないんだ、財布の最近の金持ちっつうのは普通はよ。これであなたと同じシートよ。一緒に仕事することもあるかもね。はい、9時41分生放送が終わりました。で、まだこの後ちょっと撮影をするので、それ用のつまみを作りたいと思います。はい、まあつまみを作るって言っても簡単なものなので、ね、もやしを茹でるだけです。はい、じゃあ見せます。よし。で、ここにですね、もう簡単です。ごま油、もう何でもごま油です。はい、止まって、ごま油、塩、鶏ガラスープ、もうまたちょっときついかな。で、仕上げにニンニクです。はい、最高です。あ、もういい匂い、ここで、はい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 、と、昨日のご飯のこれのゴーヤチャンプルをチンします。よしよしよし。はい、というわけで、ここに並びましたもやしナムルと昨日のままのゴーヤチャンプルと、あとは買ってきた発泡酒ですね。発泡酒に切り替えました。おかげがないので22時ですね、そろそろ。この後ちょっとこれらを食べたり飲んだりする企画の動画を撮影したいと思いますので、まだまだ週末は続きますが、給料日前の週末の乗り越え方でございました。ご視聴いただきありがとうございました。さよならー。